どうもね、私、暗黒放送という放送をね、13年やってますですね。暗黒放送、横山みどりって言います。よいしょ。うちの放送はですね、慣れ合わない、出会わない、嘘をつかない、笑わない、こじきをしないのですね、5つのルール、僕の名前、横山みどりという名前で配信やってるですね。ニコ生最後の砦です。もう今日はね、ゼロポイントでね、広告みんなに指摘される前にオフにしました。広告を目当てに放送するようなですね、ちんけな放送はしてません。一回一回がね、ちゃんとしっかりやるということやってね、やってますんで。ね。いや、僕、卓球はつまらんから見なかったけど、ソフトボールずーっと見てた。ずーっとね、ジムしながら走って走りながら、ソフトボール女子。ずっと見てたね。本当なんか、オリンピックなんて全く最初興味なくて早く終われと思ってたけど、実際見てたら、面白かったもん。女子ソフトのね、アメリカのピッチャー、めちゃくちゃ背がでかくて、下からピューンってすごい球投げんだよ。ね。ほんで最後は39歳、上野が締めて。な、スケベ舐めて見るわけねえだろ。ね。一回一回三振取るたびに、ね、カメラがスローモーションになって、ね、ピッチャーのさ、ね、デカケツを映してるシーンだけさ、凝視して見てたら変態だろ、ジムで。な、お前だろ、それ。な、人のせいにすんな。最近そういうさ、スポーツを性的な目で見る連中が増えてるもんだから、ね、規制されてんだよ。な、俺がね、ちょっとね、時間があるから調べたところ、特にビーチバレー、女子のビーチバレーの選手が、ね、ビーチバレーだとか新体操。そこら辺の選手がね、もうね、レオタードじゃなくてね、なんかね、今ね、ズボンの長ズボンのやつ入ってね、抗議してんの。罰金19万円まで払って。な。でもそんな、ね、で、さあ、日本の連中がね、まあ、日本がね、よくそういうサイトで売ってるっていうやつがあるから、俺探したのね、一応時間があったから。ね。でもそんなサイトなかったんだけど。あれ誰が言ってんの？その、スポーツ選手の盗撮動画を売ってるサイトがあるよってさ、ネットのヤフーコメントに書いてあったから探したのね。でも、そんな一つもなかったんだけど、俺が探したところ。目を血眼にして探したんだけど、そんなね、スポーツ選手のエロ画像を売ってるサイトなんかありませんでしたよ。だからあれはね、ちゃんと、教えてほしいじゃなくて、あるんだったらあるっていう事実を持ち込んで、こんなサイトで売ってますよっていうのをさ、示さないとダメだと思うよ。だって、なかったもん。いや、買う気もないし、ただ、そんなサイトがあったら俺、通報してやろうと思って探したんだ。もないし、ただ、そんなサイトがあったら俺、通報してやろうと思って探したんだけど、正義の名のもとに。なかった。ね、盗撮キングダムっていうサイトでもそんなに売ってなかったし。だから、どこにそんなのあるんだ。もしそんなことやってたら、本当やっちゃいけないことだからね。水球だとかさ、ね、テニスだとか、プロでもさ、俺思ったんだけど、なんでさ、女子ゴルファーってじゃあ、あんな格好してんの？ね。女子ゴルファーってさ、なんかさ、わざわざ露出の高い格好してない？特にここの肩の部分切ってさ、ランニングシャツでミニスカ履いて。あれ、わざとなのかなと思うぐらい。だってさ、女子ゴルファーってさ、別に長袖でもいいじゃん。でもなんであんなさ、強調した格好してるかなと思ったんだけど、あれって男性からスポンサーが来るからやってんの？いや、わからんけどね。俺は。客呼び込むため？いや、ポロシャツじゃない。俺が見たところ、なんか、アジアの選手が、わざわざこんな胸を強調する格好をしてきて、ね、タンクトップ出てやってたから、ええと思っただけ。さっきは、いや、性的な目でスポーツ見ると俺許せないよ。性的な目ですね。スポーツを見る連中。ほんとね、邪道だと思ってるから。でもまあ、そういうのが規制されてよかったと思うよ。僕は。規制されてよかった。いちいちそのサイト書かんでいいよ。教えてくれなくていいから。ね、マニアの君、わざわざね、コメントで俺拾わないけど、こんなサイトにあるぞと教えてくれなくていいから。見ないからね、そんなの。ウイルス怖いし。な。よいしょ。まあ、そんなわけでね。まあでも、ソフトボールね、俺が今回良かったと思ったのは、なんか、ホームラン級の当たりね、6回の裏にホームラン級の当たりをね、なんかレフトのライトの選手が、ほんと、フェンス越えた球をね、ジャンピングキャッチして、あれすごかったなと思ってさ、まあ見てない人ごめんね。
何のことか分からんと思うけど、今日アメリカとさ、日本の金メダルの戦いがあったんだけど、あれがめちゃくちゃすごかった。うん。レフトのホームラン級の当たりをね、ピョンとジャンプして取っちゃったの。なあ。まあ、あれだけでもう見る価値あったよ。ね。で、まあ、金メダル取って、ね、日本が、まあ、取ったけど、まあ、ね、よかったですよ。うん。タイトルの話？ああ、タイトルでなんか、まあ、タイトルはいつも俺、アンコースでタイトル考えるけど関係ないから、ほとんど関係ないからさ、適当に作ってるだけだから。うん。辛いさ、激辛のペヤングソース食えば視聴率が上がると思ってさ、やってる連中。な？いい加減にしてくれ。食えねえんだから。うん。ね？わざわざ外でさ、なんかズボン型のね、ミニ、パツパツのズボン履いてさ、なんかキャッチャー構えるような格好をしてさ、鼻水ずるずる垂らしながらさ、ね？って言いながら食ってるとかさ、うん、気持ち悪かった。正直言って、なんか、うわーって思った。うん。なんかそういう放送がちょっとなんかちょろちょろっとあったからさ、誰とは言わんけど、コンビニの目の前で。うん。ね。お前もやれば、ごめんなさい。俺ね、そのせいでピロリ菌ができたんだよ。胃袋に。みんなが昔、やれやれって言ってやらされたせいで、胆石とピロリ菌が湧いちゃって辛いもの食いすぎて、んで、癌になるかどうかという深刻な問題が起きちゃったから、うん、医者から止められてんだよな。な。医者から止められちゃってるから。うん、だって俺食えねえもん。でもさ、俺ニンニク、ニンニクは別に嫌いじゃないから食えるけどね。今までと違って辛いの。どういう辛さかによる。例えば、ニンニクとかのね、生姜とかニンニクとか辛子系の辛さだったら強いけど、わさび系の辛さとかは無理なの。わかる？言ってること。なんか、ハバネロだとか、あと、唐辛子系の辛さは絶対無理。絶対無理なの。もう、口の中側から火吹くから。うん。食ったことないから。やるのは別に余裕だよ。うん。やるのは余裕だけど、食えないからさ。いや、食えなくても、食べ物無駄にしたとか言わないんだったらさ、別に俺ね、何事もやる前からね、人の悪口の嫌いだから。自分がやってもいないくせに、ね、やった人間のことを批判するのって一番卑怯なものがやることだから、それはできないけどさ。うん、でも YouTube で見たんだよ、ちょっと。検索して。そうしたら、燃えやずが、うん、辛い。燃えやずっていうなんか大食い系のなんか、こんな、なんかのね、ウルトラマンの母みたいな髪型した女がさ、辛いとか言いながらさ、うーとか言ってさ、チュル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 さ、すすっててさ、なんか、チュルチュルさ、ってさ、すすってて。うん、30分も。ねえ。なんであんなことやってたんだろうな、と思って。うん、ねえ、あの子いくつなんだろうね、もやずって。もやずちゃんっていくつ？まあ、知らねえけど。うん、さっきから連投して、初見です。本当につまらない放送ですねって連投してる、お前出てくんだよね。なあ。誰だ、お前、この野郎。おい、お兄さんも怒るよ。ねえ、初見からして、つまらない放送ですねとか連投しやがってよ、さっきから。なあ、俺がね、一流とは言わんわ。ね、1.5 流の配信者だから NG には入れんよ。他の雑魚配信者だからアンチコメ拾わねえんだぞ。高田健士とか。あ、高田健士は別に雑魚とは言わんからな。うん。でも俺は拾うよ。お前のその意見も、貴重なリスナーさんの一票の意見だから。うん。スルーしない。プロレスラーは、どんな技でも受けなきゃいけないの。な？よく配信者で自分の気に入らないコメントはスルーするけど、ね？俺は拾うよ。うん。ルーアさんのコメントも拾うよ。ね。胃が痛いんだよな、でも今日は。胃が痛い。今日久々に暗黒 T シャツ着てみた。この T シャツって結構今ね、緑さん、売ってくださいっていう人が多いけど、もう在庫がね、ないんだよ、売りたい。でも増産すると価値が減るじゃん。増産したら結局限定って言った言葉を嘘つくことになるから、増産はちょっとね、まだちょっと考えてないですね。うん。ね。あ、この T シャツ着ると運気が上がる。ね。ちなみに加藤純一から恨まれてます。加藤純一くんがね、この T シャツを着て配信したところ、翌日に大炎上したのと、ね、公式番組が、すべて、ね、
亡くなって、コナミさんのかどっかのね、桃鉄の動画まで全部消されてね、ほんと、かわいそうすぎて、でもさ、まあまああんまり言うのやめとくか。ショック受けてるだろうから。いや、でも、ついてるよ。これはね、黒色はね、悪を吸収する。悪を吸収する意味があるから。でもその吸収、多分ね、加藤純一は本当はもっと不幸があったけど、この T シャツ着たおかげで、ある程度吸収されて、半減したんだと思う。で、だからっていうこともあるからね。うん。今のところ、ね、よっさんと加藤だけ。かな？あと香川が来てくれたか。野田総理くんは、隣の部屋にありますかね、とか言って、ね、そのまま放置。黒人さんに至っては紹介すらしてくれねえが。うん。ね。あと誰か、来てくれたやついない？あと来てくれた人がいたら教えてください。うん。捨ててる？捨ててないと思うよ。うん。でもちなみにメルカリで9500円、あ、6500円で売ってて買ったやつがいたから、買わなくていいからな、あの。特にメルカリで売るぐらいだら、メルカリとかで売るんだったら、ちょっともう考えなきゃいけなくなるから、今後も。黒人来てくれてたら、本当ありがとうね。うん。ハニーを、ハニーくんもじゃあ次回送ります。うん。黒人さんとハニーを聞いてたのね。じゃあ来てくれた人にはまた次回も、ね、僕の、フレンド、僕の友達っていうことで、送ります。うん。また買ったから、はい、送れ。うん、ちょっと待ってね。なんか、別に食べたくないんだよね。食欲が湧かない今日。なんか夏バテ起こしてて。うん、夏バテ起こしてて、なんかあんまりね、食べる気がしねえんだよな、最近。胃袋も。だって、医者からさ、今ピロリ菌が湧いてると言われてる中でさ、余計ピロリ菌が発生しようと思って。いや、でも食うと、ごめんね、食べるわ。ごめんなさい。ちょっと、やる前から逃げてたら、結局さ、変わらないから、うなちゃーまんと変わらないから、ね。やらずに人のこと言ってたら、うなちゃんマンと変わらなくなるから、ね。だから、ちょっとやりますよ。今から。で、どこに売ってんの？店どこに売ってんの？どこに売ってんの？お店。そっから教えてます、そもそもが。セブンイレブンか、ファミリーマートか、どこに売ってんの？だから、コンビニのどこ？そっからやるよ。だから、コンビニっていっぱいあるよ。ファミリーマートで合ってんの？いや、一応自分もやってみないとわからんから、どんぐらい辛いかな。辛さによるからさ。うん。いや、教えてってどこで売ってんの、マジで。うん、ネタがないからやるってのもある。正直言って。正直言ってネタがなくなったからやるってのもあるよ。いや、セブンね。セブンにあんのね。じゃあ、まずセブン行ってファミマ行こうかな。セブンにあるとありがたいんだけど。いや、だ食べ物よ、俺多分食えんかったら次の日、冷やして食うから、うん。食べれなかったら次の日食うわ。でも東京今やばいよね。東京って今さ、コロナの患者さが2800人？え、異常じゃない？ちょっと。なんであんなに増えた？ところで。だってオリンピックの前までは400人とかだったのに、一気にオリンピック始まってからさ、増えてない？ちょっと俺、ありえない数字だと思ってるけど、うん、なんで急にあんながっつり増えたんだろうと思って。いやだからなんでだって思ってさ、だってワクチンとか結構みんな打ってるわけでしょ。緊急事態宣言の意味、もうだって緊急事態宣言という名前でなんかもうやっととにかくやりましたアピールだもん、あれって。だって別に制限ないじゃん。なんか緊急事態宣言出してみんな、ま、やっていうね、守りましょうって言ってるだけでさ、特に破ったところで何の意味もないことにみんな気づいちゃったから、国民が。まあお店とかやってる人以外はね。だからもう関係なくしに出歩いてるよ、みんな。うん。オリンピックやったから、じゃあオリンピックお前らやってんじゃんって言って勝手にもうみんな外出てんの。ほんでワクチン打ってくと、栗田重隆さんも熱出たし、両蘭さんも熱が出てるし、どうなってんだよ、ワクチンって。ワクチン打ったら熱が出るってさ、ちょこちょことさ、いろんな有名人とか著名人が、もう行っちゃってるわけ。両蘭とか、栗田重隆さんとか。ねえ。大丈夫なの？本当に。で、うん、だって、っていうことは、そういった副作用があるってことって、だって最初に言ってなくない？副作用が。そんな副作用がさ、だって、治験とかやったかどうかわからんけど、うん、あ、ちょっと豆連投やめてこれ。
NG 入れるね、この人。この人はちょっと悪い、ごめんなさい。豆連投はごめんなさい、NG 入れます。どこ行った、こいつ。うん、そういった連投は、うちの放送連投禁止なんで。俺の悪口書くのが自由だよ。連投だけは許さないから。どこ行った、こいつ。お前じゃ次見つけたら入れるわ。一回前許すわ。次やったらぶっ殺す。あ、ぶっ殺す。あ、ごめん。ぶっ殺すかした。すいません。今、語弊です。口が滑った。ぶっ殺しません。僕の口が悪く、ちょっと、ぶっ殺すなんて言ったら、次またね、カッサンね、カッサンみたいになっちゃうから、ちょっと、ぶっ殺しません。ごめんなさい。口が滑りました。すいません。ちょっと思わず口が滑っちゃった。ぶっ殺すって言っちゃった。すいません。ぶっ殺せません。うん、すいません。ぶっ殺しません。言葉が滑りました。切り抜かないでください。もうその切り抜きやめて。ね、俺たち配信者が切り抜きやられたら叶わないから、お前らに。ね、君たちには叶いません。切り抜きされたとこ、されたら俺たちは、過去にね、生放送だから取り返しのつかない発言を何度も何度も何度も繰り返してきました。な、それをわざわざさ、企業に送りつけたり、しないで。うん。特に最近これこれっていうやつが暗黒掲示板で見つけたけど、これこれとかいうやつが、まとめサイトを訴えたらしいよ、弁護士使って。俺がこの間紹介した探偵ファイルの記事を引用したっていうやつで、これこれとかいうやつが、ね、弁護士使って訴えたらしいわ。うん。まとめサイトの連中を。怖いと思って。ね、あいつはさ、俺思うんだけど、人のこと言う人ってさ、自分が言われたら嫌だったらさ、ね、そうやって、なんで人のことを訴えるの？ね、お前はじゃあいろんなね、人が嫌がる記事、ね、裏情報とか言ってさ、集めてさ、発表して、じゃあなんで自分は嫌がるのって思うんだけどね、俺は。うん、だって言う場側は言われても仕方ない部分もあるじゃん。俺もそうだけど、僕もね、人の悪口言うよ。だから自分も言われてもしょうがないし、憎まれても、ある程度仕方ないなと思ってるの。でもさ、そうやってなんか弁護士使ってさ、なんか言うなって、だったら探偵ファイルの元の記事を訴えればいいじゃん。なんでそれをさ、まとめた人たちをさ、これこれは訴えるのかなと思って。金の力を使って。うん。そういったところがね、なんかちょっとなんか、ね、身を守るために。よくやるな。自分の身を守るためにやったら、そういったところをね、一切触れずやるんだなと思って。これやるとまたコレタンの悪口言うなって怒るんだろう。なあ。これ言うとまたコレタンの悪口言うな。ね、スタンプって怒るんだろう。で、じゃあ、探偵ファイルのその記事にお言えよ。探偵ファイルの記事を。ね？探偵ファイルの、これこれのね、記事について、じゃあ言えばいいじゃん。最初から。ね。もう言いませんから。言いませんよ。これで僕のあることは。な。よいしょ。じゃあ行くか。ね、ごめんね、これたのファン。ね。別にこれこれくんと僕敵対するつもりないんで、ね。これこれくんと別に敵対するつもりないし。殺す連発バカップル。やめてください。え？殺すっていう言葉を使うとバンされるから気をつけてね。特に配信でガチで。うなちゃんまみたいに刃物こうやって持ち出して、おめえらよって言ってさ、やると一発で、しかも昔あったんだよな。包丁持ち出して、イベントに行ってやるからなって言ったら、本当に逮捕されて、ね、しまった方が、だから配信ってさ、結構もう僕もそうだけど、もうおそらく僕とかはね、スポンサーのつくテレビとかな、あと大きな企業の案件とかっていうのは、まあね、どうなんだろうね。でも俺は別にテレビに出たいという思いもないし、有名になりたいという気もないし、ね、そういった欲がないから、無理でしょうね。おそらく。いいから早く行け。ちょ、待ってって。行くから今。もう靴下履いたからさ。だからどこに売ってるか教えて、コンビニがどこに売ってるか分かんないと行きようがないからさ。どこのコンビニ売ってるかが分かったら行くよ。お金持って。どこ？どこ？だどこ？だコンビニ。セブンね。じゃあセブン行くか。じゃあちょっと携帯に切り替えます。
なんか今日体調悪いんだよな、あんまり。うん。さっき弁当食ったばっかだし。これ切り替え、ちょっと待って、切り替えるから、携帯に切り替えるよ。うん。携帯で配信する。これでできるのかな。ああ、重たいな。ダメかもしれん。ニコニコのアプリがね、重たくて作動しねえわ。なあ。これニコニコのアプリの責任だよ、これ。ユーザーチャンネルで。あ、できそうかな？動いた？動いた？動いたかな？よし、じゃあ行くか。あ、でも覆面していくと俺捕まるわ、今思ったけど。覆面していくと捕まるわ。ああ帽子。覆面していくとね、捕まるんだよ。最近ね、気づいたんだよ。夜な夜なに、夜に覆面して歩いて住んでると捕まるんだよね、今。よいしょ。よし、じゃあ行くか。こっちか。これ全部爪楊枝作ってた。あとさ、ちょっと車のこれ買ったんだけど、誰か使い方教えて。車のさ、これ買ったんだけど、使い方が分かんなくて、これどうやっていいかはちょっと分かんなくてさ、買ったのには買ったけど、使い方が分かんなくて、そのままにしちゃってます。今度教えてください。胃が痛いな、なんか今日は。行くか。行きます。ちょっと一旦電波切ります。外出るから。うっ、説明書俺読まないタイプ。説明書読まない人間なんで。動いたかな。セブンイレブンに売ってんでしょ。セブンイレブンに探すか。人全然いないね。みんなオリンピックにかぶりついてんだろうね、きっと。いや、オリンピックはね、もう金メダルラッシュじゃん、うん、やっぱね、オリンピックは現地が有利なんだよ、どう見ても。そのただね、瀬戸大也っていう人だっけ、瀬戸大也っていう男がさ、予選で9位で落ちたじゃん。めちゃくちゃネットに対してムカつくけどって言ってたけど、なんか不倫したらしいのね、スチュワーデスか誰かが知らんけど。ほんでぶったたかれて、んで
ねえ、でも結果が出せなかったんだからさ、うん、めっちゃぶったたかれてたから ANA のスポンサーとか全部離れた。今までの案件とか全部離れちゃった。うん、お前もフリンピックって書いた人、次書いたらお前ぶっ込むからな、うん、何がフリンピックだよ、ふざけたこと書かないでください。おっと赤信号、この信号ややこしいんだよ、こ 上見なきゃいけない。ああ、なんか今日胃が痛いんだよ、なんか調子悪いんだよな、うん、絶リンピックとか、そういえばさ、俺他なんか議員さんがなんか50歳が14歳と付き合ったらダメなんですかっていうさ、ユイガチックな発言をした議員がさ、今になってようやく辞職したんだけどね、えすごいやこと言うよな、当たり前じゃんね。そんなことをさ、未成年と50歳が、ね、うんなんです、うん、なんで今になってたのか分かるよ。ボーナスが終わってさ、ねえ、ある程度話がまとまってんだよ絶対。まあ、本当にダメやばかったらすぐ辞めるのに、あんだけの期間が空いてることはなんかあったんだろう。いや、あんなことね、ダメだよ。でも僕とかさ、ね、立花さんとかもそうだけど、何を言っても問題にされないってなんでだの、うんうん、何を言っても全然誰もマスコミも取り上げなくなっちゃってるんだけど、ある意味ね、毎日ゴルフやってますって立花さんが言っても不運のレベルになって、もう不運のレベルになっちゃってるからさ、うん、森と一緒とか考えないで、全然違う。ないね、うん、ないって書いてあったね。ない、ね、ないじゃん、だって売ってないんですけど、どこにも。何パクったって、あ、俺万引きするわけないでしょ、犯罪だろ、うん、俺悪いけどね、万引きとかしたこと一回もないからな。人のもの盗むってさ手癖が悪いんだからね。手癖が悪いってことは何度もでも繰り返すのよ、そういうスリルを求めて、スリルと興奮を求めて犯罪繰り返すってことだからね、人のものをこっそり盗むって。うん、やらんやん、つか売ってないって言うんだけど、ファミリーマート、じゃあファミマにするか、ファミリーマートに。セブンにはとにかく売ってないってことが分かるんですが、胃が痛いから、本当に胃が痛いんだよ今日、なんか冗談抜きで。最近全然食欲も一気に失せた、この暑さで汗もができたし、うん、体調悪いんだよな。だから夏は俺いつも体調壊すんだよ、夏が一番俺嫌いなんだよ、ね、本当に。もう早く冬になれよこれ、早く冬が来てほしいわ。つうかこのクソ暑い中オリンピックやってる選手たちが一番かわいそうだよね。特にさ、お台場のさ、ドブ川みたいな海に飛び込んで
あれ大丈夫なの、ヘドロだらけのさ、あんな真っ黒けのさ海に飛び込んでんだけど、トライアストロンで、うん、ウォーキングは余裕でできるもん。ただこの緊急事態宣言の中で歩くっていうのはちょっとおかしいからさ、もっと赤信号だ。いやできるよ、もう余裕だよ、はっきり言って。俺だ48時間歩いたことあるんだぜ、うん、51時間か56時間連チャンで、ね、睡眠一回もせずに歩いたことあるんだから、うん、みんな吐いて吐いて当たり前だよ、暑い中さ、うん、ニートウォーキングはねちょっとね、今東京自体で外で出るのがね、東京が今もうこんな状況だ、2800人ってさ、俺今までオリンピック前まで隠してたんじゃないかっていうぐらいね、オリンピック前までと違って人多すぎて、多分 病院が圧迫されてんだと思うよ、病院が悲鳴上げてベッド数が足りないっつって、うん、怖くないだから。お前はトライスカトロやれて、トライアスロンだよ、何がトライスカトロだよ、いろんなスカトロに挑戦するとか、そんな企画やるわけねえだろ、気持ち悪い。よくそんな発想が思いつくよな、トライアストロンなのにトライスカトロやれとかさ、ああ気持ち悪いよ、やるわけねえじゃん。どんだけスカトロが好きなんだ。あ、ここ N 国、あ、N 国じゃない、N 高校ね、こちらね、どうね、みんながです、ニコ生のね、ドワンゴが経営してるね、N 高校、こう N 高等学校、これ N 国と間違え、絶対 N 国と間違えられてそうだよね、これ N 高校、え、N 国の高校生がいるのとか思ってさ、ね、立川キャンパスがここにありますよ、N 高校、ドワンゴ学園。ドワンゴ学園だよ、うん、立川キャンパス、あ、これ、うん、こんな家の近くにあります。結構でかいんだよね、しかもキャンパス、オープンキャンパスになっててね、これ文化祭があったら俺も行ってみようかな、怒られるかな、文化祭があったらちょっとどんな文化祭やってるかちょっと 見たい気はあるけど、でも昔僕ね、この文教委員会で、ね、ここ行きたいですって言ったけど却下された、うん、N 高校の、ね、見学したいですって言ったら、あの話題にもならず却下された、うん、ね、よし、胃が痛いな、胃が痛くてちょっと、うん、あ、また通報するやつがいるから外で、ま、これ携帯置いとこうかな、外に、さっき電話鳴らしたやつがいたから、外で、外行ってから買うか、うん、また鳴らすやついたから、よいしょ、じゃあここに置いとくから、あの盗まれないように見張っといてね、売り切れでした、売り切れでしたね、うん、売り切れでした、ここ、いやガチ売り切れ、本当に売り切れだったって、じゃあマジ売り切れだった、うん、じゃあ嘘、じゃあ聞いてみようか、ガチで、じゃあ嘘じゃん、じゃあカメラ隠してガチで聞いてみる、すいません、再生ガーリックなんとかって言ってません、ね、新発売のガーリックなんとかって言われてキャラクターガーリックリアンとか在庫でないか、でかいやつですか、そうそうそう、あの激辛作品もちょっと売れちゃった、あ、さようですか、すいません、ありがとうございました。
な、ほら売れたって言ったじゃないの、本当に売れてんだよ、だからね、証拠出したで、じゃあ本当に売れたんだって、だから売ってないんだって、だからもうやだ、ファミリーマートに売ってるのは分かったけど、売ってないの、売り人気がありすぎて、ペヤングもそういったところが分かってるから、あえてね、ちょっと変わった商品売り出して、じゃないんだって、電話代がもったいない、ファミリーマートにか、いやローソンがいっぱいあるよ、俺立川のローソンがある程度もう全部把握してるから、駅中のもう一軒近くにあったけど、多分そこも売り切れてんだろうな、きっとローソンにも売ってんの、ファミリーマートと、じゃあセブンにはないけど、ローソンとファミマにあるってことね、かしこまりました。うん、コンビニって、しかし日本のコンビニってすごい優秀だよね、24時間空いてさ、ね、ちゃんと商品並んでるし美味しいし、海外と全然違うわ、海外のねコンビニとか行くと店員がねずっと椅子に座ってるんだよ、ずっとレジで、ほんで本か携帯ずっといじりながら、いらっしゃいませも言わず、商品持ってきて初めて向こうにピッピッピッてやって、それで終わり、そういうところでバイトしたい、つまんないから走りよって、俺マラソン選手じゃないんでな、大阪直美は負けちゃったしさ、テニスでこうしたらね、最後のインタビュー嫌がってても気持ちわかるけどね、だってスポーツしに来てるのに、なんでマスコミにわざわざさ負けたインタビューとかね、でもスポンサーついてるからしょうがないんだけど、有名人なんだから、スポーツで結果出すわけであってね、いや黒人差別も何もしてないやん、ただ多分うつ病っていうのもあるからね、うつ病だからこそそういったことね、やっぱプライド許せなくない、だって世界ランキングの高い人がだって負けちゃったんだから、41位ぐらいのさ、他の外国人にプライド傷ついたんだと思うよ、単純にスポーツ選手はプライド高いから、うん、いや大阪のうつ病って自分で告白してたじゃん、私はうつ病ですって、うん、65位に負けた、あ、そうなの、いやだから何が差別なの、このさ差別主義者の世の中って何なの、言葉狩りの、もう言いたいことも言えなくなるわ、ネット配信、ただの素人のネット配信者なのにさ、テレビ局みたいに扱ってな、もう俺差別とか したことなくない、あんまり、まあ、過去にはあるかもしれんよ、人間だから、でもさ、その過ちってさ誰でも持ってるものじゃん、特にライブ中継配信者なんてさ、ね、間違ったことなんか繰り返して13年もやってたら、ね、1回や2回ぐらいあるよ、
よいしょ。うん、いやめちゃくちゃ売ってた。あのさっきからあっちね、あの今日出たばっかりですって言ってたくさん売ってた。うん、1個1個1個だけだよ。あ、雷鳴ってる。今光ったよ。今空見た？光った光った、ピカーンって。なんで一つ当たり前じゃん。いや光った光った、本当に空が雷け。いや本当ピカーンって光ったよ今、天空が。買ったよ本当に。うん、了承もらったから。本当に辛いんかな。え、すり替えないよ。ほら、はい、買ったでしょ。嘘つかないの、うん、どんな辛さなんだろうね。うん、あのすり替えとかさ、するわけねえじゃん。クソ寒い、飽きたよもうすり替え芸。胃が痛い。ただ本当に胃が痛いな今日。具合なんか寿司食ったら寿司が当たったかもしれんわ。お腹痛い。ずっと今日下痢なんだよ。だからあんまり辛いの食うとね、悪化する気がするから。あっつ、あっつ、そうだ、そうだ。ペヤング激辛ニンニクだって。すみません、何ボタンでもありますか。外で来るの当たり前だろ。
コンビニの中で食ってたら犯罪だろう、ね、お湯切りはどこでする？ドブドブにしてたらまた不法投棄とかわけのわからんこと言うのやめてね。だ今3分経つまで待たんといかんじゃん。3分間あ家で食えばよかったな。そういえば本当だよ、家で食えばよかった。なんで外に出てきたんだろう今思えば。なんで教えてくれんかった。家で食えばって本当その通りじゃん。別に外に出てさ食べる人なんか家の近くなんだし、なんで俺外に出わざわざやったんだろう。確かにそうだわ、わざわざ別に家で食えばいい話をなんで外で食おうなんかとしたから、ね、自分で今気づいたわ。意味がないことだってる、うん、すり替え？そんなことする必要はないじゃん。ああ暑い、うん、本当に暑い。あここ明るいからここ暑っ。ここ明るいからここでやるわ。めっちゃ明るくない？ここ、この目の前。じゃあドブないかな。ドブに捨てます。ここドブだよね。ここドブで合ってるよな、うん、え？だから飲めるわけねえでしょ。なんかどっから捨てんの？そらこれさ、どっから捨てんのこれ。湯切り口って何？これ湯切りになってなくない？これどこが湯切りなのこれ。じゃあどこに捨てればいいのこれ。あそこドブじゃん。あって何、別に湯切りしてるんだから何が問題なの。別にゴミ捨ててるわけじゃない、湯切りでしょ。ここに俺がなんか物捨てたらそれは犯罪だけどさ、お湯を捨ててるだけじゃん、うん、これで全部お湯を捨てた。お湯でしょ、お湯を捨てたら何で問題が何ですか。逆に教えてほしいわ。よいしょ、しまった。これ入れるの忘れてたもん。しまった。ちょっと待って待って、俺さ火薬入れるの忘れてたわ。火薬もう一回やり直していい？いやしまった、これ入れなきゃ意味ないわ俺。まあいいか、なしていいわ、うん、別にこんなん入れなくたって別にいいよ。いいよ、じゃあ、そのまま買います。
そのまま食うわ。ね、パこのまま入れますよ。ね、これ不正とかいうバカがいるから。なくてもいい。まだあの若干水分残ってるから。残りの水分で溶かす。残りの水分で溶かします。味なんか関係ないわ今さら。うまいまずいなんて。量はそんなに多くないね、うん、量は全然多くないです。ちょ待ってって湯気で溶かしてるから。ソース入れるよ、うん、地獄にんにく紫の紫ソース。これどだ臭そうだくす。これまたソース不正とかいうやつがいる不正とかいうやついるから、うん、辛そう。全部入れたよ今。うわ、全部入れたっつってんのよ。ほんとんとんに入れたよ全部。ほらこれ以上ないぐらい全部放り込んでこれ、うん、あ手がもう辛い。手が痛くなってきた。なんか嘘なんかつくわけないじゃん。そんなことで不正したところで何も立派な成績も残せないよ。ドーピングもしてません。すり替えもできないよねこれ証拠で。ちょっと今変えますね。じゃあいただきます。ちょっとマスク外すけど別にこれ食べるために外すんで。食べるために外すんで別に外でやらなくてもよかったねこの企画。じゃあいただきます。じゃあすいません本当に辛いかどうかちょっとね激辛ニンニクなんとかってやつちょっと試してみます。ペヤングとなんか YouTuber みたいで俺嫌だけど、うん、全然あ辛っ
ちょっと待って、ちょマジか、ちょっと水ください。マジこれね、これまで食ったレベルと違うわ。ちょっと涙出てきた。いや本当これね、演技だと思うじゃん。演技抜きで本当に辛い、食えたもんじゃないこれ。熱い。クソから、クソから、うん、でももうちょいだから。大丈夫、いけるわ。冷えたらいけるわ。口の中が麻痺ってきたから、いける。クソから、でもいけそうな気がしてきたや。
完食です、うん、完食です。いや、食べ物で遊ぶ配信俺嫌いだから、やすり替えもクソもねえじゃん、食ったじゃん。食べたじゃん全部、めっちゃ辛い、痛い痛い、あ、痛い痛い、熱い、うん、あ、痛い、マスクすると空気が痛い、マスクする、ちょ、ごめんね、痛い、 あ、痛い、いや、ソースすごい全部ないもん、ないでしょ、結構スモーク、ああ、ああ、本当に痛い、救急車呼ぶかもしれない、ちょっとマジ痛くなってきた、でもこんなんで救急車呼んだら迷惑でしかないから呼ばない、痛い、予算として捕まっちゃうからいらないです、ああ、激痛い、ちょっと待って、お茶買うわ、お茶買おう、辛い、あ、辛い辛い辛い、唇が腫れ上がって痛い、あ、痛い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 、お茶飲もう、痛くて、ああ、ノーサンキュー、はい、あ、そう、いや、
いやごめんなさい、ちょっと あごめんなさい、イチャキャバまたこんあのイチャキャバ行くわけねえだろ俺一応あのそういったところ苦手なんで、イチャキャバって何すんの、だってイチャつくだけでしょ、興味がない、また今度じゃ行かないよ別に、あの断り文句で言っただけで別に行かないから、これ本当に行かないからね、うん、いや俺本当に行かないんだもん、だってそういった店ってもったいないじゃん、うん、マジ行かないよ唇痛いのにさ唇が痛いから無理だよ、本当に胃が痛いんだけど、どうしたらいい、これマジビョン、マジ胃が痛い、痛い、伊藤園、そう伊藤園で伊藤思いってやつ思い出したけど、あいつ俺の5万円をさね、人からもらったお金でデートするのは楽しいぜとか言ってさ、生活費じゃなくて自分のデート代に使ったんでしょあいつって、俺騙されたんじゃないの、もしかして伊藤にな、あなんか不謹慎ちゃんって女の子とデート代に使ったとか言ってさ、まあ、今年中に返すっていう約束だからさ、何に使おうか自由なんだけど、ただ俺が聞いたのは生活費が、生活が苦しいからっていう理由でさ出したんだよ、うん、つか鼻水が止まらないんだけど、粘膜やられて鼻水がジュル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 とチンポみたいに、あれなんでもない、あのとにかく鼻水が止まらないんだけど、痛くて粘膜が痛い、空気吸うだけで痛い、いや痛い、本当に痛いんだけど、そういえばさ今スケボーブームじゃん、スケボーで金メダル取ったからっつってさ、立川で夜な夜なスケボーで遊んでる やつがいて、うるさいってクレームが来たんだけど、夜な夜なね、スケボーする場所以外のところでスケートボードをして若者がね、あの遊んでるって言って言われて、ちょっと今問題、立川で問題になってんだけど、うん、いやいたらね、いたら注意するよ、そこスケボーする場所じゃないでやめてくださいって言うよ俺は、そのための市議会議員だからね、市民の安全と健康を守るための市議会議員だからね。でも前夜回りしてて、駅の前でおっさんにお前の目ん玉かすでついたろかって怒られたことがあるから、あそこの駅前でえぐったろかとか言われてさ、めちゃくちゃ怒ってきてさ、俺なんかそんな怒らせるようなこと言ってないのに、何やってんですかって声かけしただけなのにさ、ただまだ早いからね、12時だから、12時でもう終電か、うん、終電だ、まだ電車出てるんだ、電車乗れて帰ってこれなくなるじゃん、あ終電電車で寝過ごした人を起こすっていう企画昔やってたな、懐かしい、平井にいる時やってたわ、昔終電で寝過ごした人たちをね、ね、助けるって、でも本当に被害防いだんだよ、なんかスリみたいなやつがいて、なんか寝過ごしてカバンをそのまま盗むようなやつがいてさ、で怪しいからちょっとそこ何やってんのって書いてる、めっちゃ怒ってきてさ電車の中で、で駅員さんが入ってきてくれたんだけど、うん、いや本当多いよ、特に寝過ごして高尾まで行ってで帰れなくなってしまったっていう人、うん、胃が痛いです、ご案内いたします、何乗ったら帰れんくなるじゃん、これ。
帰りどうすんの。帰り充電器も手ぶらだよ。俺帰れなくなるからさ、乗ったら最後帰れなくなります。だからであのお金持ってきてないって、帰れなくなるんだって。じゃあタクシーもないんだって。だから俺手ぶらできたから今日本当にリュックサックもないし。繰り返しご案内いたします。青梅線でしょ。青梅線だったら別にいい。ナンパしてる。いや俺が注意する本当はこれ俺が注意するんじゃなくて、ここにいつもえやりホストだから本当はここに注意する人が立ってんだよいつも。でも今日立ってないんだ。立ってんだったら俺がチクるんだけど、立ってるんだったら俺がチクるんだけど、今日いないね警備員の人。いやだからこれ直接やると、ね、またトラブル起きちゃうからね、警備員の人にチクるんだよ。あそこでナンパしてる人がいるんですけどつって。でも今日立ってないな、たまたまかもしれないけど。直接やるとねダメな、トラブルの元なの、暑い。で今若者たちが集まる場所があるんだよ一つ。今新しくできたねあの施設があって、そこがね夜中とか入り放題になっててさ、でそこで若者がたむろしてんだよっていう話を聞きまして、あのちょっと大丈夫かなと思って、まあ問題ないんだったらいいんですけど、いや本当にそんなスポットができたんだったら新しく公園みたいなところがグリーンなんとかっていうね、グリーンスプリングスっていう新しい施設が立川にできまして、あの去年の4月に。そこがすごいねなんかあのヤングスポットになってるわけ、周りから何も見えないし、上の方にあって公園みたいでベンチもあるし、鼻水が、いや特にないよもう終わりだもん。だから今日もうみんなオリンピックに夢中だから外出てる人いないけどね、みんなオリンピックに夢中で。いや近いから行くけど、一応見て見るけど、見ることは見ますけど、いや行くよだからとりあえず。だからクソ辛かった俺もう、もう辛いものシリーズこれ多分ねまたピロリ菌が悪化すると思うけど、絶対真似しないのがいいよその激辛ニンニクなんとか。本当に俺配信外だから食べてたけど、あの配信外だったらちょっと食えんかったね、残してた かもしれない、いや捨てはしないよ食べ物だからね。こういったもの買っといて食えないってやつが俺一番嫌いだから配信者でね。買っていけれいけれい食えん食えねえってね騒ぐだけ騒いで捨てるバカ配信者やめちまえ。本当にやめた方がいい。食べ物で遊んで俺食ったじゃん全部。僕は全部残さず、残さずこれで量が多かったら食えんかったけど、よかったわ食えてギリギリ食えたね。食えてよかったよかった。暑い。タバコ吸っとる。いや大丈夫、未成年じゃないから。いや未成年じゃないから大丈夫、え？いやいやもう何を言えばいいの。じゃあ何て言えばいいの。じゃ言うことないじゃん別に。何を喋言えばいいの。いやスルーじゃなくて何も言うことないじゃん。
なんていうの、喫煙所ないないですよね、いや言うのはいい、ダンスも練習してるから、まあ、ダンスも練習してるんだったら別に良くない、もうタバコやめたし、多分次期オリンピックを目指してダンスの練習してるから、いやじゃあだって今吸ってなかった、今吸ってないから、さっき吸ってたように見えたけど今見たら俺の見間違いだった可能性も高いから、いやだってダンスしてただけだ、一緒に踊れて、それ石川のりゆきさん、それのりゆきのりさんね、昔あのね、なんかあの突っ張りロックンロールみたいなところの、代々木公園に乱入して絡まれて裁判沙汰になったのりさん、覚えてる人は相当マニア、ダンスバトルとか何なんだよ、もうすぐここになんかあれができるっつうね、暑い、そうロカビリだ、思い出した、ロカビリ、いや本当に粘膜がめちゃくちゃ痛いんだけど、多分今この状況だから胃の中で辛さが暴れてるんじゃないかな、めちゃくちゃ痛い、胃が今うねってる、竜が胃の中で暴れてるわ、カラオケ俺大嫌いなんだよ、カラオケなんて俺絶対行かないです、カラオケとか何が面白いかさっぱりわからないし、あレンズなんか汚れてるね、なんだろう、なんで曇ってる、多分俺のレンズがなんかレンズの汚れかわからない、映画もなあ見たいのがないし、それまだやってんのこれね、まだやってんだ鬼滅の刃って、どんだけやるのこれ、多分ね鬼滅シリーズまた続くから、絶対映画化するから見てて、俺の予想絶対当たるから覚えときな、鬼滅のマニアのみんな、絶対映画化されるからまた、第2弾が、あワニ二度と見ない、あのごめんね、これ好きか嫌いかの問題で言うけど、100日間生きたワニっていう映画見たんですけど、いやもうあれにネタでもいかん方がいいよ、名誉毀損じゃない、個人的な感想で言うとマジ本当に言葉が出ない、これやる必要、映画にする必要あったかっていうレベルだってさ、普通さ家で遊んでるゲームのさね、ゲームのシーンをさ長々とやらんよ、あの演出とはいえ、しかも適当にどう見ても時間稼ぎだろうっていうシーンがあったからさ、絶対もう ネタバレしても多分誰も怒らないレベルでひどかったよ、いや訴えればいいじゃん、本当に俺見てつまらないものはつまらないって言うことは別に権利だから、面白いものは素直に俺面白いって言うし、ね、逆につまらないものにいや面白かったですよって言ってそれを信じて言っちゃった人が逆に困る、後悔するじゃん、ここです、ここね、スケートボードがあまりにも多いからようやくこの看板ができたんだけど、本当にスケートボードがね、今日はちょっと誰もやってないけどスケボーだらけですごいね、ここ問題なんだよ、いやダメ危ない、スケートボードって危ないからね、ちゃんとルール守ってやるならいいと思うけど、特にさ
なんか13歳の女の子が金メダル取ったらしいじゃん。史上最年少、岩崎恭子に続くよりも若いわ。誰もいないわ。やっぱ綺麗だわ。誰もいない。うん、あのユイガさん興奮しないで。ね。何歳だったか知らんけど、なんか すごい若くして金メダル取れるっていう種目があって。お前も股間の金を取れて、取るわけねえだろ、大事なものを2つも取って。玉なしになっちゃうよ。人口競技が少ない、なんか俺だからさ、一般人でもできるさ、種目作ってほしいよね。麻雀とかパチスロとか、それがオリンピックの種目になったらさ、誰もがチャンスがあるしな、結構盛り上がると思うけど。予選からやって、全国のパチンコ店で予選やって、一番玉が出た人が次のね、あのステージに行けるとかして、なそういうなんか一般人でもさ可能性があるという競技があると、なんか盛り上がると思う。だってオリンピックってあくまでさ他人事じゃん、言い方ちょっと悪いけど。だから俺さ、そこでさちょっと考えたんだけど、イギリスみたいにさオズメーカー作って、このチームが勝ったら 1. 点数倍とかさ、ああいうのをさ日本でもやったらウケるなと思ったんだけど、どう？オズメーカー作ってね、日本人が金メダル取る、勝つか、アメリカ VS 日本とかでな。今日誰もおとなしく、誰もいなかったな。帰ろうかな。誰もいない、綺麗だね。すげえ落ち着いてる。あ、カジノはね損する。カジノは俺反対。だって入場料6000だろ。入場料6000も取る時点でもう店しか儲からんから。あ、絶対俺カジノはね、失敗してる国もいっぱいあるし、これ僕の理論なんだけど、だって中国とかの人たちを狙ってるかもしれんけど、韓国の方が近いから、中国よりも。だから韓国でみんなカジノやるけど、日本まで来てカジノやる人っていないし、どんどんカジノのねお店って潰れてるから、だからあんまりカジノっていうものは逆にやらなくていいと思うよ。一部のさ、ね、そのスロット台とか作ってる連中は儲かるかもしれんけど、それ以外のところはね損しかしないから。あの13歳スケボーできん、43歳スケベーデキンって、スケベーデキンって書くのやめて。うまくねえぞてめえこの野郎。何が13歳スケボーデキン、43歳スケベー、スケベーデキン、スケベーデキンだよ。デキン食らっとるけど別にいいだろ。大井競馬場、東京ドームなあ、あと東京競馬場もデキンだ。ディズニーランドも横山緑ではデキンだなあ。ありとあらゆる施設を出禁食らってるけど、ね、負けませんから。悪質な通報等もね、悪質な通報により私もね、あ、大阪の観覧車ね、思い出した。大阪の透明なね、日本で一番最初にできた、ね、観覧車に当日に乗りに行ったら通報されて、下で、ね、あの待ち構えられててめっちゃ怒られたやつね。配信すぐ来てくださいって。でも夜の街ってすごい静かだな。何にも誰もいないんだよ夜の街って。なんか真夏の夜散歩って楽しいよね、マスクして。誰もいないよ、静まり返ってる。進歩出してみててできるわけ、いや書くと思ったけど出すわけねえだろ、何のメリットもないわ。逆にさ、その場では盛り上がるけど、後から監視カメラの世の中で、監視カメラでこいつ、この人こんなことやってましたっつって通報されて終わるわ。あと思い出したけどさ、なんか YouTube の140万人通る、なんか情報部から来たけどさ、183万人ぐらい見てる YouTube で、なんかお騒がせ議員っていう特集で俺が乗っ取っちゃって本当なの？ね、俺の顔使われて、なんかうーってさ泣いてるさ、大阪で不正じゅ不正じゅうーって泣いてたさ、あの人と共に
俺がさなぜか知らんけど乗っててで かつては女性問題で、ね、女性の問題ってそこだけピックアップしたせいで他の183人万人がね、あの N 国党の横山みどり子と久保田学が女性問題でお騒がせしたって風に思われたらお前のせいだからなこの野郎な。誰か知らねえけどよ、審議事件まで書き上がって、あそうキリンチャンネルだったかな、なんかマスクかぶって顔も出してないのになんかやってたやつ、うん、それを他の議員、ね、議員が見たらどうすんだよ。ただでさえさ今をさね立川市議会議員の女性からねカンストされてフルスカトされてんのにな、俺の悲しみわかるか、ね、立川市の女性議員からフルスカトされてる俺の気持ちがわかるか、はあ、あと1年、あと360日だよ。あとね、時計見たら360日だった。残り期間が。でも、ね、今46連敗だってさ、N 国と。N 原子系から国民を守る党は名前をね、あの今日俺、あの新宿行ってきてさ、名義変更してきたけど5回目の。もう向こうの人も俺のこと覚えてて、あ、おいって言って、ね、提出しただけで全てを察してくれたわ。もう東京都庁のさ選挙管理委員会の人ともう顔見知りになっちゃったよ。5回も通ってるから5回目だよ変更が。46連敗です。でもまあこれも立花さんの考えてるね策略の一つっていうことを総会で聞いたから、わざと今はね透明変更してね、もちろん数字が取れないのはね票数取れないのは分かってるけど、でもあえて今回この名前に挑戦しましたって言ってた、うん、本人気づいてるけどあえて挑戦してるって。自分で二血してる騒ぎながら後ろで背中でおっぱいの感触でも味わってんだろうな、きっと揺れてキャーキャー言いながら、うん、じゃあおえっつってもさ追いつくわけねえじゃん。しかもノーヘルで二人乗りしてこんな距離からどうやって追いつくんだよ。いや俺が近くにいたら怒るよ、何やってんじゃっつって、二人乗り危ねえだろっつって、なおじいちゃんおばあちゃんにぶつかったらどうすんじゃっつって、近くにいないのが残念だわ。ああ本当にあんなに離れた場所にさえなければな、うん、俺が注意してやってさ言ったのに。いや追いかけるも何も届くわけないじゃん、逆に走って転んだら危ないだろ。あんな遠くに離れてたらどうしようもないよ俺だって。さすがに200メートルも離れたところに行ったらねえ注意すらできねえ。あんな夜中に大騒ぎしながらさ自分たちの、ね、道路みたいな扱いされちゃうたまったもんじゃないよ。じゃ何もしないよ、追いつけないからしょうがないじゃん、あんな遠くに離れてたら。本当遠くにいるのが残念だ。いや、いないよ、うんうん、
ませんし、なんか今日人がいない、いやいやだ、もしかして金ネジ君から来たのねえ、おい金ネジどもな、あんまりやいやいやいや書いて連投するとまたこの放送中に高田健志くんにチクっちゃうよ。ねえ、君たちの天敵の高田健志くんにね、加藤純一のリスナーが嵐に来たってチクリ入れちゃうけどいいの？配信でディスられるよ健志から。嫌だったらやめて連投ね、チクっちゃうよ、うん、ほんで30分ディスってもらうから、あんまり連投行為を行うと。特にこの放送今日来た人見どころありません。今日ね、あの空振り三振の日だから、今日来た、今来たね、あの金ネジファンのみんな、今日はねお兄さんの放送ね、空振り三振の日で、あの特にこの辛いも食ってもう終わっちゃったから、もう出番終わり、出番終わりです。暑い、もう夜12時39分じゃん。今日は何もないよ。口の中がもうヒリヒリしてる、ヒリヒリしてますよ。しかし本当立川も平和になったな、昔に比べてすごい平和になったね。駅前とかも何もないし、特に荒れてるわけでもないし、うん、暑い、もう帰ろうかな、あと特に用事ないし、ここには、いや今日は特に見回りしたけど平和な街ですよ、うん、平和な街、何もないです。何やってんのあの人、あ、なんかでも何やってんの、え、大丈夫なの、倒れてるし、なんか座って、え、大丈夫ですか。あ、どうしました。携帯なくしちゃって。え、携帯なくしちゃったの、どこでなくされました。どっかなくしちゃって、はい、いつですか。なんかあの駅に向かってる間に多分残せる。あ、じゃ あ, 間にじゃ あ, あの交番行った方がいいと思いますよ、そうしたら。あ、でもそれもなくしちゃって、え、いや、あの交番に行った方が多分早いかなと。交番もなくて。いや、下にありますよ。あの交番、あの行ったんですけどなくて。あ、さようでございますか。どうしようかな。いや、それは困りましたね。そうです、うん、大丈夫です、ごめんなさい。いや、大丈夫です、ちょっと心配だったんで、ちょっと、はい、すいません。そんなことしないよ、うん、送り狼とかさ、ね、酔っ払った女性をターゲットにして、ね、心配だからって言ってなんか解放するふりをしてさ、それって犯罪だからね。よくやってるやついるけど、ね、解放するふりをしてさ、なんかね、痴漢するとか、そういうやつで捕まってるやついっぱい俺知ってるから、うん、いや、やらないんだって俺、そういったことは。卑怯の、卑怯者が、卑怯者がする手口だからね、ちょっとどっか静かなところで休もうかとか言ってさ、行って卑怯者がやる手口だからね。ただ今あの人が今すごい倒れてて、なんか困ってたから声かけただけだから。別にやましい気持ちも
ね、ありません。いや探すって無理でしょ。だって携帯 ないんだから探しようがないじゃん。あれお金、あゴミだった。携帯なくしたらもうどうしようもないでしょ。 ないんだから。そんなミッションクリアできるわけないでしょ、龍が如くみたいに。あ、なんかスカーフ落ちてたよ。あ、スカーフ、ああ、ああ。いや、スカーフでしょ。あのパンティー拾うわけねえ、スカーフだよ、どう見ても。今駅員さんに届けた、いや携帯なんか見つかるわけないでしょ。だって携帯電話って売れるからね、高値で。そんなん俺も何回か落としたけどもう見つからんかったもん。あでも電源入れとけば絶対位置情報で見つかるわ。一回落としたけど何の音だ。あ、もう終電なんだ。終電ですよ。うん、暑い。iPhone いいよ、もう配信中だし迷惑でしょ、やんないよ、ね、じゃあ知らねえよあれ、誰かの置き忘れでしょあんなの、うん、これはね駅の管理物だから俺が手出しちゃダメなんだよこれ。つかゴミをここに捨てるとかさありえないよこれ普通に。俺も拾いたいけど駅の管理物に当たるからダメなんだよこれ手出しちゃ。じゃあ駅のねこうやって駅にポンと置いてあるじゃん、あの駅 の範囲内ってなっちゃうから管理物が駅なんだよ実は。で俺がそれやっちゃうと後からいやこれゴミじゃなくて中に100万円が入ってたんだよって言われたら俺が悪くなるんだよ。それで誰かが遠くでああいうところに見張ってて100万円がいやあのゴミ袋の中で100万円入ってたんで弁償しろよねお前って言われたらどうしようもないじゃん。これ言い訳じゃなくて100万円入ってたでっていうイチャモンつけられたら置いといたんだ、あんなところにゴミなんか置かないでしょとか何とでも言えるんだよ。だからもう、うん、オリンピックビーチバレーやるの？いつやるの？オリンピックビーチバレーって。っていうかさ俺思ったけどさオリンピックで夜中にやった方がよくない？ねえ、なんかさ昼わざわざ暑い昼間とかにさやる必要なくて夜とかにさライトアップしてやった方がいいと思うんだけど、みんな見るし、みんな仕事中以外で見るんだから、それ明暗だと思うよ夜中にやるの。こっちの方が絶対視聴率稼げるしなあ。だから熱中症でさ選手が実力出せずにさね、大坂直美とかも実力発揮できんかったじゃん、瀬戸大也さんも。アメリカに合わせんの、うん、だってアメリカだってさ本当はねゼロ点ってのはねありえなくて、多分時差のせいだよね。時差がなんか選手のね実力をちょっとできなかったんじゃないの。昔アメリカにいたねソフトボールのねブストスっていうね最強の4番打者がいたのにさ、あの人も出てないし、ソフトボール勝ったよ、うん、僅差で。
いや、いたんだよ、ブストスという名前の、ね、検索したら出てくるからね、ソフトボールブストスで検索したら出てくるよ。全然差別じゃないよ、そのやめな、差別主義者ね、何でもかんでもさ、人の言葉尻を取ってさ、差別差別な、俺差別しない方だからね、誰にも対しても、ポンちゃんとかさださんとかに、ロハコさんに対しても一切差別っていう気持ちないから、逆にそういったのをさ、差別差別っていう言葉が差別だよ、もうすでにな。差別を生み出してるのはね、正義を名のもとにそうやって人をね、貶めて苦しめてる人たちが差別だよ。ねえ、加藤なんかさ、いろいろと企業案件さ、ね、全部なかったことにされてさ、でもまあね、ほじくり返せばほじくり返すだけさ、なあ、いろんなもん出てくるし、ほんでね、なんか知らんけどアンチがさね、合算まとめ作ってたアンチがさ、ウィキペディアかなんか知らんけど消されたらしくてね、逆にね、火がついたみたいで、 YouTube に一つ一つさ、くだらねえさね、嫌がらせの動画上げやがってよ、どうすんじゃんお前。ほんとね、たまらねえよ、ほんとだから俺思ったけどさ、もう加藤は自分のチャンネルとかあれだけでも十分いけるから、逆に公式っていうものとかね、チャンネルとか企業案件なんてもうサブぐらいに考えといたら楽になるんじゃないの。逆にそこにばっかり、そこになんかウエイトを置きすぎると、なんか不規則な発言って言われてしまうから、もう過去は過去でさね、党会議とかの部分とかいろんなもんあったかもしれんけど、もう自分の逆にね、リスナーさんたくさんついてるのか、そこにウエイトを置くっていう手法に変えちゃえばいいじゃん、もうそんなもん。え、バーターできなくなるよっていい、え、バーターできなくなるの、え、そうするとね、バーター俺が何できなくなるってこと、コバンザメみたいにね、できなくなるってこと、ちょい役で呼ばれたりとか、暗黒 T シャツも着てもらえなくなるってことなの、つうか俺はどっちにしろ出してもらえません。メープルとかね、モコーばっかりでね、あと人狼も黒人さんだとかモコーとかばっかりでね、打足とか、もうね、この緑兄さんは1ミリたりとも呼ばれません、うん、まあいいですけどね、別にニコ生公式はまだね、呼ばれます、数字、前回数字取れたから、前回数字が取れたからね、公式で、だからまた多分あるんじゃないかなと思います。年に1回はまだね、俺がよっぽど、俺が例えばさ、犯罪を犯したらもう無理だよ、例えばね、痴漢で捕まりましただとか、刑事事件の裁判ね、大きな懲役レベルの裁判でなったらもう無理だけど、まだね、だって夏野さんとさ、栗田さんがさ、まあ、ドワンゴの基準変えないって言ったじゃん、ルールね、要はそのね、俺独自のさ、ニコニコ動画生放送の基準があって、その基準は今も構いませんよって言ったから、うん、でも俺思ったのね、ちょっと俺調べたんだけどさ、R18 っていう生放送があって、それさ、普通に AV 流してるんだけど、あれ大丈夫なの、ドワンゴもそれ絶対表に出てないんだけど、普通にさ、アダルトビデオのやつ流してたんだけど、 R18 のやつって、あれは良くないよね、うん、いや、なんか表には出てないけど、なんかR18 っていう生放送か動画のタグで、チャンネルで、うん、それでなんか普通にでやってんだけど、AV のね、メーカー使って、制作メーカー使って、昔よりは消されたけどさ、熱い、変えるか。
でも本当ちょっとね、今コロナが減ったらちょっとまたニートウォーキングやりましょうね。本当に今の時期はちょっとあのコロナの数が2800人っていう中でさ、まあ、やっぱり集団で集まって歩くっていうのはちょっとあの危険をはらむんで、な、何かあった時に俺責任取れないからさ、もうちょっと人が減ってからちゃんとやりましょうね。じゃあちょっと帰ろうかな家に。いや本当に激辛だったわ、地獄のように激辛だったわ。弁当のトラップで、ね、弁当でこれで、あの、ハエ取り、これでハエを、コバエがね、弁当の匂いに。誰も見つけない。なるほど、ついつい。クレジットカードで買おうとしたらクレジット会社から止められた。21万円のパソコンで、だから現金じゃないと買えないわ。なんか違法、なんか不正で使われてるんじゃないでかもしれませんので止めましたっていうなんか連絡が来た、クレジット会社から。だから買えんかったから明日現金で振り込んでくるわ。うん。いや本当に明日買うよ。R さんいないっつって。なんか服を逆に着てたって聞いたんだけど、なんかあの本当は表に着る服をなんか間違えてあの裏返しに着てなんかその出てたって聞いた。でゼロワンとセージの放送にとつってたって聞きました。え、地震どこ？地震どちらですか？どこ地震って？茨城？いやうちは揺れてないな。チクラ？どこ？チクラってどこに？あ、茨城県のチクラ市っていうところに、あの、ある。はい、チクラか。なんか、多いよね。あっちの方って、地震が。うん、地震多いよね。台風過ぎ去ったよ。ああ、そうなんだ。うん、ああ、暑い。もうでもあとやることないな。最近夜とさ、昼夜逆転現象が起きてるからさ。終わろうか。ちょっと、もう終わりますね。なんか今日特にごめんなさい。6打数0、1安打打ってた。今日多分ね、俺ね、なんか自分で言う放送もなんだけど、今日つまらんかった気がする、今日南国放送。取れ高なかった、外配信したのに、特に取れ高もなかったから。ごめんね、今日タイムショーで見ちゃった人。ちょっと今日ごめん、外れたかもしれん。今日もしかしたら外れちゃったかもしれない。ごめんなさい。タイムショーで今日ご覧になった皆さん。
なんかちょっとあの面白いことしようと思ったけど、なんか面白いことできんかった。ごめんね。また頑張るから次。今日100日来たワニレベルでつまらん方法しちゃった。ネタがなんか外行ったら何かあるかなと思ってハプニング待ちしたけど、ハプニングすら起きず、なんか今日静かな平和の街だったから。今日平和な一日だったから。立川の臭い缶、ああ、俺持ってるよ、それ。立川にあるさ、あの、臭いやつでしょ？これでしょ？もう、これ、膨らんでんの？このシュースープスストロストロんスープシューミングス困ってんだよ見てこれパンパンになってんだよあとこれ落とした瞬間にパーンって破裂してあのしまうレベルでもう膨れ上がってんだよずっといやいやだから腐ってるから膨張してんのムク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 さカンカンの中でさ、膨張してさ、カンカンの中でさ、膨張してさ、あと少しで破裂するっていうレベルに、多分、あの、ひどいことになってると思うよ。うん。うん、開けれない、あの、家の中で開けたら、この家全部。開けれない、あの、家の中で開けたら、この家全部弁償だよ。服についたら服全部捨てなきゃいけない。あの、服についたら服全部捨てなきゃいけない。俺、昔ね、亀有で食ったんだよ。ちょっと、何度か。音がおかしい。ちょっと、何度か音がしいんだ。これで治った音。これで音直ったかな、うん、いや多分近くでパソコンがあるからじゃないの、うん、違う違う あの昔俺亀有で開けたけどもう腐ってるかなと思ったあのドリアンとかのレベルじゃないからドリアンならいけるしけど本当にこれ食いもんかっていうレベルだったし昔やったんだよ外ですんごい臭かったよ。まずくはなかったよ。なんか魚、ただのイワシが、ドロッとしたイワシが入ってるだけ。うん。いや、今日はやらないよ。まあ、いつかはやる。いつかはやるけど、今日やらない。ちなみに、あのカンカンめちゃくちゃ高いです。5500円します、一つあたり。うん、数千円で買えるレベルじゃなくて、5500円もする仕上がる。今やりません。こんな暗いところでやったって意味がないよ。いつかやるからちゃんと。なあ。もう腫れ上がってるんだよ。だってもう。パンパンに腫れ上がっててさ。うん。じゃあこれ昔リスナーが送ってきたんだよ。緑さん食べてくださいっつって。でも俺が無視したの。うん。緑さん食べてくださいって送られてきたけど、俺がね、ずっとフルシカトしてた。そしたら膨れ上がってて、もう冷蔵庫に入れて膨れ上がっ、あ、外に出してたら膨れ上がって熱を帯びて。いや今日ややらない今日なんか胃が痛いね俺ちょっと病院行こうかなと思ってんだけど明日ガチでちょっと胃が痛くてさなんか胃袋が臓器みたいに絞られてる気分がするからうんどこにあどうしような今日いや今日は待ってって、うん、今日は待って、うん、今日はもうちょっと具合もう汗が止まらないんだよ今本当に暑くて風呂行った意味がないぐらい だから辛いのは食わん方がいいよみんな胃にねダメージあるのは 100% 胃にダメージあるのは分かった上でやってるから、うん、はあ疲れたもうじゃあ終わりますね見ていただきましてありがとうございました特に今日はねあんまり面白くなかったかもしれんけど次回にご期待ください、ね、次回にご期待ください次回の暗黒放送にご期待くださいちょっと今日はねあんまりなんかあとネタがあればやりたいけどねなんかなちなみに今週の予定よっか俺のアンケートしてもだから今日は開けないよって開けても真っ暗じゃん家の中では絶対開けれないからちなみに言うと
シュープストレミングスは、まあ、今年中に開けれたら開ける。ただ中腐ってます、絶対に。だって冷蔵庫で保管せずに、常温保存してたから、熱でパンパンに膨れ上がってるじゃん。もう中腐ってんだよ。腐ってるからガスが発生して膨れ上がってんだよ。うん。だから食えないの、腐ってるんだから。膨張してるから。だから家の中ではダメ。プシュ、あのね、俺、家の中で開けた瞬間にガスがね、ブワーってね、死んだクジラが浮かび上がった時に、特殊な、ね、機械でさ、腹の中やると、バホーンってさ、毒ガスが発生するけど、それと一緒。今日は無理。家の中でやったら俺家弁償。この家ね、ま、全部弁償、匂いが染み込んで弁償しなきゃいけなくなるから、うん、肌、すっぱだかで外でやるしかなくなるの。そうすると。服に匂いがついても使えなくなる。捨てなきゃいけなくなるから。だから捨ててもいいような格好で、外でやるっていう条件じゃないと迷惑かかるから。俺だけの問題じゃなくなるからね。無理無理無理、絶対できないよ。家に俺の一人のものじゃなくなるから、みんなに迷惑かかる。だから無理だっつってんの。本当はやり、うん、ねえ、せっかくだからと思ったけど、だいたいみんなも見たことあるじゃん。過去に俺亀有でやったんだって。ねえ、地獄のような味がしたけど、もうとにかくしょっぱくて、あの生で食うのは無理。めちゃくちゃ塩漬けでしょっぱい。塩分こんなに高いかっていうぐらいしょっぱくて、缶詰の味がした。缶詰の、なんかさ、あの、鉄の味がする。すごい。うん。だから今度にして。亀有って8年前。9年前かな。9年前ぐらいの放送見たら、8年ぐらい前の放送見たらわかる。だからあれ爆弾と一緒。ね。さださんに、さださんの家であげたら、さださんの家が使い物にならなくなるレベルで無理。うん、匂いはだって染み込んで取れなくなるんだもん。いや本当にすごい匂いがするから。あと顔、あの爪に入るじゃん。爪からずっと1週間以上匂いが取れなくなるんだよ。地獄だよ。あと口の中が、あのもう胃袋も、ね、悪臭に満たされて、ゲップが止まらなくなって、ゲップが毒ガスの匂いになるよ。想像できます？その苦しみ。人と会うことができなくなるんだよ、あれ食った後って。マジ、これマジネタ抜きで本当にそうなる。うん、あれを食べたらしばらく人と会うことが不可能になるぐらい地獄の一人ぼっちになる魔法の道具だよ。風呂場も意味がない。で、匂い取れないんだって。食ったことないでしょ。匂い取れなくなるの。風呂場でやっても風呂場の中に今度匂いがこもって、いくら換気扇回そうが消毒しようが取れなくなるの。そんぐらい危険な食べ物だと思って。それを機に議会休むで、議会休んだら大変ですよ。よいしょ。じゃあまた今度やるから、うん、誰かじゃあ場所貸してくれるという人がいたら教えて。みどりさんにね、場所を貸しますよってね、シュープストレミングスを開けるようないい場所を貸しますよという人がいたら考えます。うん、俺はじゃあちょっとこの今日終わるわ。うん、またゲームのジャッジメントでもやってみよう。面白いから。最近またゲームにはまっちゃったんだけど、この年にして。ジャッジメントっていう、なんかキムタクが出てるゲームがね、面白くてさ、ずっとそればっかりやって楽しんでる、一人で。うん、ゲーム配信はしません。暗黒放送ではゲーム配信はしません。ねじきって何ですか？ジャッジアイズっていうやつ。な、面白いからやってます。オプレク、なんかもう、うん、明日石川との、あ、そうだ、今週の予定言うわ、もう終わるから。明日はあの乗り見どね、夜の9時からオープンレックで石川乗り切と緑の2人でやるね、オープンレックが夜の7時から10時まであります。でそれで家に帰らずにそのまま富士チャンネルのね、ガジェット通信の西村博之のね、会社のガジェット通信っていうところでのチャンネル放送で、企業案件なんですけど、旅部っていう
チャンネルやりますんで、そこで富士山に行きます。はい、初富士山ね、2年ぶりぐらいの初富士山にちょっと登って、ちょっとね、頂上まで行こうかなと思ってます。力也さんはいけません、死んじゃうから。うん、気圧がひどすぎてダメだから。そんぐらいですかね。エンディングって何？あ、いいよ、久々にエンディングやろっか。久々に見た、じゃあエンディングってやつやってみますね、一回。これやって終わるわ、今日。なんか他の三流配信者みたいに。じゃあ、わーわー言うとりますが、ありがとうございました。これどうやって使うの？他の機能が使われてますって、何これ。え？なんで、何これ？使えないんだけど。あ、そうか、マルチカメラだと使えないんだわ。そうか、マルチカメラという機能を使ってるから使えないわ。まあいいや、じゃあ終わりますね。じゃあ見てくれてありがとうございました。さよなら。この放送はご覧のユーザーの皆様の応援でお送りしました。